皆さん、こんにちは。今回は韓国の人気グループビッグバンの再集結の噂や解散の可能性、過去の事件や不仲の真相について紹介します。ビッグバンの G ドラゴンが23日京セラドーム大阪で開催されたグローバル系ポップ授賞式2024ママアワードに降臨しました。7年4ヶ月ぶりに音楽活動を復帰した G ドラゴンがホームスウィートホームをパフォーマンス中、メンバーのソルとディライトが続けて合流し、大きなサプライズに観客だけでなくセブンティーンら出演者も思わず立ち上がり歓声を上げていたといいます。さらにビッグバンが誇る名曲バンバンバンのイントロが流れると会場からは絶叫も聞こえてきたそうです。ファンタスティックベイビーもパフォーマンスしドームを揺らしました。また G ドラゴンはミュージックビジョナリーオブザイヤーを受賞し、トロフィーを受け取ると日本語で久しぶりですねと噛み締めるように語り会場を見渡しました。ファンや関係者、メンバーに感謝を伝えると来年もまた取りに来ますよと期待を高めていました。メンバー4人のうち3人が登場したことによりファンの間ではついに再結成かという声も上がったそうです。その一方でもともとは5人組として活動していたビッグバンが事実上の解散というニュースも話題になっています。その理由は YG エンターテインメントが公式ホームページのリニューアルに伴い所属アーティストからビッグバンを削除したことです。 YG エンターテインメントは著作権をはじめビッグバンに関する各種権利を所有している状況であり、ビッグバンのグループ活動の再開はほぼ皆無との見通しだそうです。それぞれの活動はというと、 G ドラゴン、クォン・ジョンは AI メタバース企業ギャラクシーコーポレーションと専属契約を締結しアーティスト活動を再開していくことが分かっています。2023年10月末に薬物関連事件への関与の疑いで立件されましたが、捜査の結果疑いが晴れて12月19日に警察は嫌疑なしで不送致を決定しました。12月21日にギャラクシーコーポレーションチョ・ソンエ理事が記者会見を開き G ドラゴンとの専属契約締結を正式に発表しました。会見には G ドラゴン本人は登壇せず、チョ理事が手紙を代読しました。手紙の主な内容は次の通りです。薬物疑惑騒動を経験して薬物犯罪の深刻さを知り、麻薬撲滅のための財団設立を発表、カムバックしアーティストとしての責任も社会的責任も果たす、今の自分がいるのは YG がいたからこそと感謝していました。次に独特の低い声でかっこいいラップが印象的なトップ、チェ・スンヒョンです。トップは2022年4月に YG エンターテインメントを退社しフリーで活動しています。また2023年6月1日までにインスタグラムを更新しビッグバンを脱退したことを正式に表明しています。現在トップは前澤友作さんにより構想出資される月旅行ミッション兼アートプロジェクトディアームーンのクルーの一人として選出されていることも分かっています。また俳優業ではネットフリックスイカゲーム2への出演も発表されています。次にビッグバン時代から歌やダンスともに実力に定評のあったソル・テヤンはソロ活動を精力的に続けています。2023年1月に発売したデジタルシングル VIVE FAT ジミン・オブ・ BTS がベイビルボードワールドデジタルソングセールスチャートで1位になりました。また2024年2月10日米ロサンゼルス BMO スタジアムで開催されるグローバル音楽フェスティバルクレイジースーパーコンサートに出演しました。弾ける笑顔や突き抜けるような歌声が最高なディライト・テソンは2022年12月に YG との専属契約を終了し、2023年4月に R&D カンパニーと専属契約を締結しています。ディライトは現在ソロで音楽活動をしており、2023年12月には2024年4月から7年ぶりとなる日本ライブツアーディライトジャパンライブツアー2024 DJ's Me を開催することを決定しました。最後はビッグバン時代日本ツアーでは流暢な日本語かつ面白い MC を見せてきた V.I. スンリです。売春斡旋やクラブの違法運営、脱税、麻薬、海外賭博など9件の罪に問われ有罪となり刑務所で服役をしていましたが、2023年2月に出所しています。出所後の活動内容は不明ですが、クラブで酔ってお酒を振りながらパフォーマンスする姿の目撃情報がニュースとして出たり、話題に事欠かない VI ですね。この VI の売春斡旋は大きな話題となりました。韓国最大の放送局 SBS の芸能リポーター
カンギョンユン記者は、人気ロックバンドドラッグレストランのシンガーソングライターで国民的人気のスターのションジュニョンのモルカ疑惑を取材していました。そこであるチャットグループのデータを手にしたといいます。そこには意識不明の女性が大勢写る性的に露骨な内容の動画や画像をチャットグループはやり取りしている様子がありました。チャットグループにはチョンや他の男性 K-POP スターたちが参加しており、中にはロックバンド FT アイランドのギタリストチョイ・ジョンフンや人気男性アイドルグループビッグバンのメンバー V.I. スンリもいたといいます。データをさらに深掘りしていくと、カン記者は恐ろしいやり取りを目にしました。そこでは意識を失った女性を集団でレイプした際の詳細が語られていたそうです。男の一人は、昨日は本当に怖かった、中略頭蓋骨が割れるみたいな音がしたからと話していました。ジョンはマジで人生で一番面白い夜だったと投稿していました。さらに彼らが警察幹部とのコネクションに守られているという内容がチャットの中でほのめかされることも発見したそうです。この出来事をカン記者が報じたことにより、チョン・ジュニョンは集団強姦の罪とモルカを撮影及び流通させた罪で懲役5年の実刑判決を受けました。チェ・ジョンフンは集団強姦に関わった罪で懲役2年6ヶ月の実刑判決を受けています。スンリは売春斡旋、横領、モルカ、暴力の扇動で有罪となり、2審で懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けました。チャットグループとつながりのあった警察幹部は、チャットグループのメンバーに関する全ての罪状で無罪となりました。現在は全員出所しています。この事件では記事を取り扱ったカン記者や2016年に最初に取材していたパクヒョシル記者が彼らのファンから壮絶な嫌がらせを受けたことでも話題になっていました。インターネット上で攻撃的なコメントを大量に浴び、悪意のある電子メールも大量に届いたといいます。パク記者の顔や体の写真がインターネットに投稿され、大勢がそれを侮辱しました。なんて顔だ、踏んづけてやりたいというコメントもあったといいます。パク記者の上司の編集長にも、彼女をクビにしないならオフィスに火をつけるといった脅迫電話がかかってきたといいます。早朝に電話がかかってくるようになって、3から4時間電話が鳴り続けた。私が電話に出ないとわいせつ画像を送ってくるようになりましたとコメントしており、パク記者のもとには毎日何千通ものメッセージが殺到したそうです。またカン記者は、当時私は妊娠していたのでフェミビッチと呼ばれました。妊娠したフェミビッチとか左翼フェミビッチとか、結婚から5年近く経って初めて妊娠することができたので、赤ちゃんに何かあったらと思うととても怖かった。私は心の中でとてつもなく孤独で疲れ切っていましたと語っていました。一方、ビッグバンの G ドラゴンと元メンバーのトップに突然の不仲説が浮上しています。韓国メディアによると、2023年7月21日ツイッター上で G ドラゴンとトップがお互いのアカウントをブロックしたようだという書き込みが投稿され、瞬く間に拡散されたといいます。その根拠として、2人はそれぞれのアカウントで掲載していた一緒に写っている写真の一部を削除していることが判明したことだといいます。実際 G ドラゴンは2020年11月にトップの誕生日に合わせて彼の写真を投稿していましたが、現在削除されていることが確認できます。さらに G ドラゴンは非公開アカウントでもトップをフォローしていましたが、こちらも最近アンフォローされたことが明らかになりました。極めつきは、これまでお互いの文章にいいねを押していたものが全て消えているという主張です。相手のアカウントをブロックする、押されたいいねは全て削除されます。加えて2人がわざわざいいねを一つずつ取り消す作業をする可能性が低いため、最終的にアンフォローではなく完全にブロックしたのではないかという疑惑へと発展しました。トップは SNS を通して、ビッグバンを脱退したのかというファンからの質問に、すでに脱退していると言及しており、昨年から僕は人生の新たなチャプターと向き合っていると伝えていました。またビッグバンのトップと称された記事を共有しながら、ビッグバンの部分に×マークをつけたことも話題になっていました。いかがでしたか。今回は韓国の人気グループビッグバンの再集結の噂や解散の可能性、過去の事件や不仲の真相について紹介します。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは
また